千代大龍とお相撲さんが引退したんだよね。そうですね。うん。引退したんだけど、これ、なんか、やらかして引退したのかなと思って、ちょっといろんな聞いてみたの。はい。そしたら、もう本当に実際に、本当にもう力の限界でやめたんだって。だから、おもろいなと思ったのは、焼肉やりたいとか言って、はい、焼肉屋も、だって焼肉やるのはもっとその真面目にやった方がいいよって俺は言いたいよ。焼肉屋なんかやめてもいくらでもできるから。まあ、それだけ、だから、焼肉を週に3回目4回も食べてるんで焼肉やりたいとかって言ってたけど、もう、おもろいこと言うなと思って。でも、焼肉やるんなら焼肉やってもいいけど、まずだからやっぱり、こう、俺もそうだったんだけど、すぐできるっていうような感覚はやっぱ、やめた方が良くて、やっぱ、ある程度、だから職人さんを呼んで、んで、自分は営業マンとしてやるんだろうけど、職人さんを呼ぶとしても、ある程度、キムチとか、ね、焼肉の肉とか、どういうふうにやったらいいかって、ことみつきだって、最初わかんない時は、いろいろ聞きに来て、やったからね。これでも、その、やっぱ大変だから、大体、ほとんど飲食店やったら1年間の間に9割ぐらいなくなるっていうから、自分らでもやっぱり20店舗やって、店だいぶ潰してるから、うん、店ってやっぱりそんな、こう簡単にこうずっと行くもんでもないし、コツコツやっていかなきゃいけないし、まあ相撲と一緒でね。まずだからキムチ作るにしても、何作るにしても全部やっぱり自分でやって、自分でちゃんと一通りできるようになって、それで職人さん呼んでこういうふうにやってくれ、ああいうふうにやってくれっていうことをちゃんとできるようにならないと、やっぱもう、職人さんが、だからこれは俺が料理できなきゃ店潰れるんだぐらいな思って、もう、横柄な態度にやられたらまた困るし。うん。だからある程度やっぱりやるにしたら、やっぱ自分も一緒になって厨房に立って、料理はやった方がいいと思う。もし、だから、そこの心得を、ね、教えてくれって言うならいつでも、千代大龍来て、教えてくれって言ったら喜んで教えるから、せっかくね、縁あって、やめて焼肉やるって言ってなってんなら、焼肉屋の、もう13年やってるからな、俺。大先輩ね。うん。焼肉屋は、まあ、ある程度、教えられるし、相撲はもっともっと教えられるけど、もうやめたんだからしょうがないし。千代大龍っていい素質あったけどな、入ってきた時、もうちょっと一生懸命やったらもっと上行くかなと思ったけど、まああんまり、練習するのはあんまり得意じゃなかったのかもしれないし、いい素材あったなと思うけど、瞬発、あんな体して瞬発力あるからすごいなと思ったけど。うん。まあ、羨ましいなと思う。反面、まあ、やめて、まあ、千代大龍らしいな、みたいな。うん。本当だったらもう、石にかじりついても残って、親方に残った方がいいんだろうけど、もう、さっと諦め早く、さっとやめてね、次の世界に行くっていう。やめて、あと、こう、焼肉が儲かって、幸せになることを祈ってるよな。うん、それでまあまあ、そういうふうな形で頑張ってくださいっていうしかないよね。まあ、後のことは、後の人生が大事だから、もっと、だから、ちゃんと考えてやった方がいいよね。うん。幸男さんとかって、まあまだ全然早いんですけど、引退後とか考えたことってあるんですか？いやー、どう、でもまあ、ざっくり、焼肉屋。だから俺の後継ごうとしてんのか、お前。やってるかもしれないな、とは。うん、誰の後継いでんの？親父の。うわぁ。俺のこの財産を全部取ろうとしてんだ、お前は。まあいいや、それでも。借金もついでにもう被せるから。うん、財産があるか分かんないですよ。分かんないですよ。蓋開けてみたら借金だらけかもしれない。まあそんな感じだね。やっぱり美味しいと思います、う
いや、美味しい、美味しいです、美味しいです。僕ももともとずっと学生時代とか働いてたんで、ドラゴで、アルバイトで。じゃあもう、下地はできてるんですね。下地はバッチリですね。でも、DDT って、副業は OK なんですか？ DDT は副業は大丈夫ですよ。みんななんかいろいろやってたりとか。副業やんないと生活できないだろう、あいつらもみんな。いや、なんか。だから、現役で、ドラゴの店長とかも全然できるとか。全然、全然できますよ。そんなことやるよりも、本業でいっぱい稼いで頑張ってほしいよね。いや俺、日本全国さ、俺知り合いたくさんいるわけじゃない。だから、プロレスの日本全国回るわけだから、そういうのをうまく利用してくれりゃいいんだよね。違う？だって、北海道から沖縄まで知り合いいっぱいいるわけだからさ、じゃあ北海道でやりますとか言ったら北海道行ってさ、俺の代わりに行ってさ、俺電話してさ、ちょっと、ね、何十人かいるわけだから、それ、何十人かに声かけて一人、ね、二三枚切符、買ってやってって言って、それだけで50とか100とかなるわけだからさ。そういうのうまく利用せって言っても、できないんだよな。なんでできないのかなと思ったの。坊ちゃんなのか、お前は。え？いや、なんかやっぱ、なんかさ、その、なんか、がめつさがないんだよね。それが腹立つんだよね。いやさ、もうさ、もうみんな、俺らみたいな、こう下から行った相撲取りは、みんなそういうとこしっかりがめついから、いや、社長とか言って、切符お願いしますとか言って、これで切符売りゃその分だって、身入りになるわけだからさ。そういう、そのなんていうのかな、ずる賢さっていうかな、そういう。まあ、ずる賢い子はないけど、まあまあ、そういう、こう、ちゃっかりしたとこはあってもいいかなと思うよな。どう思う、お前。うん。なあ。多分うちの兄弟みんな4人とも、そういうのができないタイプだ。できないんだよね。なんで俺に似てる奴はいないんだよね。そう思わない？確かに。俺。誰もできないね。誰も、だったから、みんなだからなんか、こう上から目線っていうか、そういうのがあるから、それはダメだよ。上から目線ではないよ。え？上から目線ではないよ。なんかこう、人とこう、寄っていくのがみんな多分あんま得意じゃん。うん、まあ、そんな感じかな。だからまあ、千代大会の話がどこ飛んでいったけど、まあ、千代大会じゃないな。千代大会かな、はい。もうよう間違えるよな。もう最近年取ってきて。千代大会で、千代大会頑張ってね。焼肉屋で儲けて、ね、もう一穴探してほしいなと思いますよね。今日はその辺で、ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございます、こちらこそ。うん